どうも、キースネガイマズです。おじゃしゃ船水商売漁に行く人というわけでですね、今回マズラビーの都市伝説シリーズでございます。あ、いや、というわけでですね、都市伝説の世界的権威ミスター関を呼んでおります。うわどうぞよろしくお願いします。なるるどうぞどうぞ。いやー、ミスター関、職人敵だ。大間のマグロ。今回の都市伝説はタイタニック号の沈没現場に向かった潜水艇。しかしこの事故もあのアニメによって予言されていたというのね。というわけでですね、今回はそのタイタニック潜水艦について触れていきたいと思います。2023年6月18日、1912年に沈没した豪華客船タイタニック号の残骸を見学するためのツアーで、潜水艇には操縦士1人と乗客4人が乗船しており、約1時間45分後に連絡を絶ったのよ。船舶と飛行機による捜索はアメリカマサチューセッツ州ケープコットの東約1550キロの海域で行われ、水深約4000メートルまで調査可能なソナーも用いられていたのね。素潜りでいけんだろ。破裂すんだろ。そしてツアー費用は1人25万ドル約3550万円で、カナダ東部ニューファンドランド島セントジョンズを出発し、約640キロ先の海底約3800メートルでタイタニック号の残骸を探索する予定だったのよ。風船で宇宙行った方が安いただだろそれ。そして驚くべきことに、船内制御は全て昔のゲームコントローラーで操作可能となっており、ツアーの搭乗客への免責書類には、潜水艇搭乗時には身体的不調や障害、精神的トラウマ、死亡が発生する恐れもあるという内容が含まれていたのよ。そして免責書類には、この潜水艇は試作品であり、いかなる公認機関からも承認を受けておらず、検査を通過していないという内容もあったとされてるんだよ。以前にも海上と連絡が取れなくなり、位置を確認できなかったことがあったことが判明してるのよ。ノープロブレム。行ってこいよ今。そしてツアー体験者は、初めて潜水艇に乗った時に電気の問題で船体が故障し潜水が取り消された、潜水に成功した時も電気装置の故障で予定時間よりも5時間も遅く潜水を始めた、生きて帰ってきたのはとても運が良かったと語ってるのよ。なんかプレステのコントローラーで動いてたでしょ。そうなんですよ。持ち方が違ったんじゃないかって思うんだよ。モンハン持ちだ。そして人気アニメシンプソンズの作者マイク・レイス氏は、昨年7月に潜水艇に乗っており、2006年に放送されたシーズン17エピソード10ホーマーズ・パータニティ・コートで予言もされていたというの。そのストーリーは、シンプソン一家の父親ホーマー・シンプソンが生き別れになっていた父親と潜水艇に乗って沈没船の宝探しに出かけるも、深海でトラブルが発生し、ホーマーの潜水艇は立ち往生、徐々に潜水艇の中の酸素が不足して意識を失ってしまうという内容だったのよ。シンプソン当たり前のこと。このエピソードと今回のタイタニック号ツアー事故の類似性がネット上で大きな話題となってる。確かにね、この酸素が、ね、不足したっていう話もあるからね。それがもし本当だとしたら完全に一致してるんだよね。そうなんですよ。うわそしてお父さんの名前もシンプソンだったんだね。あ、そうなんですか。初めて知ったよ。どうでもいいだろう。そして改めてシンプソンズの予言にも近いストーリーに再注目を浴びてるのよ。過去にはトランプ大統領の就任、エリザベス女王の死去、某疫病の大流行などと数々を当ててきており、次に予言しているのではないかと噂されているのが人工ブラックホールなのね。2021年2月イスラエル工科大学の研究者たちが研究室でブラックホールを人工的に作り出すことに成功してるのよ。今回人工ブラックホールの中に入っていく音波と出ていく音波のペアを探し出し、そして124日間で9万7000回の実験を繰り返すことで、この音波のペアの相似関係を確認し、ホーキング放射の証明に成功したのよ。あちゃちゃこのことも2012年放送のブラックホールの襲来というタイトルで予言されてしまってるのよ。シンプソンズにはかの有名なフォックスが制作配給にかかっており、これらの予言じみた話は予測プログラミングではないかと言われてるのね。これらは予言ではなく、世界は予定通りに動いているだけなのかもしれないのよね。これからは反重力の時代だぞ。手のひらでビッグバンが起きるからね。マジっすか。ベンベンベンだからね。新しいな。